おっす。朝やん。押す押す。ゴールデンウィーク明けですな。今日からお仕事の人が多いんじゃない？おはよう、みんな。おはよう。透明感がすごいですね。そう、今不透明度下げてるんだ。おはよう。バチバチに寝ました。超目覚め最高。何してるの？こんな時間から何してるの？おやすみなさい。おやすみ。うん、マツパしてます。いいでしょ、マツパおすすめ。みんな家を出るところ、ガンバ、ガンバ大阪二度寝するの？するわけがない。もう眠れない。もう睡眠時間足りた。こっから動画編集頑張る。今日からゴールデンウィーク？本当？本当ですか？本当のゴールデンウィーク中はお仕事の人ってことね。本当？みんなガンバ大阪。ガンバ？朝から元気出た、よかった。頑張ろう一緒に。もうね、昨日も夜カレー食べたんだけど、今日のお昼もカレー食べる。最近ほんとカレーハマりすぎてやばいのよ。俺のカレーはありますか？なんかちょっとだけなら残ってるんだけど、それでいい？それでいいならあるよ。カレー美味しすぎるな、これ。ダメ、カレー美味しすぎます。シチュー食べない。シチュー食べないです。うん、カレー、しかもちゃんとインド、ネパール、なんかエスニック料理最近すごいハマってて、で昨日はね、あのインドの炊き込みご飯のビリヤニっていうのを食べたの。カレー味のピラフみたいな、ちゃんとバスマティライスっていう、なんか縦長の細長いお米、インドのお米のご飯を食べてそう、超美味しい。謎のドレッシングと謎のデザートくれるやつ、それはちょっといいお店に行ってね、あんた
ついてこなかったな。まだ姫タンカレー在庫がある。お、オリエンタルカレーいいね。私もあるよ、お家に。オリエンタルマースカレー美味しいでしょう。次シチューコラボとかだったらどうしよう。うわ、シチューコラボ、うん、昨日の MC で言ったことを謝らなきゃならんな。いや別にシチュー美味しい、美味しいけど、なんかカレーが勝りすぎって話なんですわな。カレー好きだな私。ひめたんの作るカレー食べたい。私スパイスからカレー作ってみたくなった。デリーのカシミールカレー食べたい。どんなカシミールカレー、どんなカレー。うん、インドカレー屋のラッシーが好き。私はねラッシーじゃなくってチャイが好きなの。マサラチャイ、チャイにハマってて、コンビニでも買えるようになればいいのになって。チャイ大好きだからスタバとかドトールとか、ドトールじゃないか、タリーズか、ドトールにはないんだった、タリーズでチャイ飲んじゃう。美味しい。姫タンカレーまだ保管してる。お、食べないと賞味期限近づいとるでしょ。カシミールカレーは見た目は真っ黒でサラサラタイプの激辛。なるほど。私さサラサラタイプのカレー大好き。今サラサラタイプのカレーしか受け付けてない今はね。ほんと美味しい。スパイスカレー作りたい。カレーいろんな種類がある。そう、私が今ハマってるのがネパールカレーなんだけど、ダルカレーっていう豆の、なんかネパール語でダルが豆って意味なんだけど、豆のカレーが好きで、でねインドのカレーよりも油分が少ないからあっさり食べれて美味しいの。皆さんもぜひ、なんかネパールの家庭料理のなんかダルバートっていう定食、ネパールでいう定食、うん、日本でいう定食のダルバートっていうのに今めっちゃドハマりしてる。ダルバートね、覚えといてください。豆のカレーにバスマティライスで、なんかネパールのお漬物がついた、そんな定食なんだけど超美味しい。お肉入ってないのになんでこんな美味しいんでしょうね。レンズ豆、あ、うん、多分そうかも。レンズ豆、サグカレーならよく作ります。サグカレーって何？美味しそう。うん、インドカレー屋さんってバングラデシュの人が作ってるパターン多い気がする。あ、本当？ネパールの人多くない？バングラデシュの方まだお会いしたことないかも。ネパール多い。ネパール行きたくなった。で最近バターチキンカレーお気に入り。バターチキンカレーも美味しい、王道に。うん、サグ、ほうれん草なんだ。あ、そう、アチャール、アチャール、ネパールの漬物ね、アチャール美味しいの。酸っぱくって、私酸っぱい味好きなんだよな。あ、インドでもアチャールって言うんだ。うーん、昨日公演してたのに早起きさんなんですね。
早起きさんなんです。昨日ねもう9時には寝てた眠すぎて。昨日の私の公演のテンションは多分なんか眠すぎてテンションが最後の力を振り絞ってたんだと思う。昨日のテンションの高さはなんか眠いとさテンションおかしくなるでしょ。昨日はすごい眠かった。最近ミックスナッツよく食べるんだけど、ナッツ系のカレーってあるん？もうなんかさカレーもうめっちゃ種類あるのよ。絶対あると思う。ベジタリアンカレーとかでナッツ系のカレーもありそう。探したらカレー屋さん転々としてなんか開拓してるんだけど、カレーだけでね30種類あるよ。30種類以上。チキンカレー、マトンカレー、ベジタリアンカレー、魚介カレー、ああいっぱいある。行ってみて、超楽しいよ。ひめたん、昨日は公演気合入ってた感じした。うん、毎回気合入っとる毎回気合入っとる。じゃあそう余計感じたのは昨日私が眠くてテンションおかしかっただけなのかもしれないそれは気合入ってるって言えるのだろうか。いや毎公演私は変わらず気合入ってます。17時開演だったのに深夜テンションだったの。うんいや眠すぎた。なんか子供がさ眠いのに寝ない最後の力振り絞る系のあがきあるじゃん、それそれでした。でも今日はいっぱい寝たから頑張る。昨夜中ちゃんが帽子もらったって言ってた。あそう昨日公演終わりにね、そう公演終わるの早かったからいろんなねお祝いで帽子買いに行った中坂。本当はそう私が選んだやつプレゼントしようかなって思ったんだけど、私プレゼント選ぶの本当に苦手で。おはよう。プレゼントを選ぶのさあ本当に難しい。だから毎回さプレゼントを送ってきてくださるファンの方々すごいなって思った。私プレゼント人のプレゼント選ぶのもう本当になんか胃が痛くなっちゃうの。こんなんでいいのかしら、これを使う本当にみたいな、これ好みじゃなかったらどうしようってなっちゃうから、そうだからもう本人連れてって選ばした。本当にすごいねみんな。みんなはさプレゼント選ぶときどうしてるの？うん、プレゼント買いに行くだけで私ノイローゼになるの。本気で本気でノイローゼもうそんなんなるんだったら送んなよって思うけど。それわしもね、プレゼント選ぶのって難しいよね。もう一日中さまよってる時あるもん、わかんなくって一日中。だから私一日中中坂の帽子探しの旅に一日潰れた時ある、考え込みすぎて。姫たんが心を込めて送れば大丈夫。それ
れでもさ、なんか確実に喜んでほしいじゃん、欲しいやつを送りたいじゃん、だから連れてった本人カタログ送れば、帽子のカタログってあるのかな。そのプレッシャーわかる、買ってみたけど渡せないね。プレゼントってほんと難しい。スリランカカレーのお店、かれこれ30年来通ってる。スリランカ、やっぱカレーってさ、いろんな種類があるのよ。シチューは2種類しかないけどね続いてるよ昨日の MC。 最悪現生、うん、考えた本当に。もう5000円あげるから好きなの買ってきって。もうそれはなんか違うなと思ったから、昨日は公演終わりに中坂と一緒に帽子屋さん行って買いました。とさ、なぜ帽子だったの？なんか中坂が、うん、ずっと帽子欲しいって言ってるのはね知ってたんだよね。で先に LINE でどんな帽子、詳しくは聞かないでほしいんだけど、どういう帽子が欲しいのっていうメッセージ送って、であの人が黒、化け派ならなんか白か黒で、キャップだったら紺色か黒色がいいって言って、詳しくありがとう探しに行ったけど、あの丸1日潰れて、プレゼント探すためだけに1日潰れて、こりゃダメだってなって昨日連れてった。向いてなさすぎるプレゼント。もうあなたたちファンの人がさ望むこと手に取るように分かるのに、身内はね分かんない。本当その気持ちが嬉しい。本当難しい。でも遅れてよかった、超気に入ってくれた、嬉しい。みんな的にはどうやって送ってるんや。 Amazon ギフト券が最強。なるほど、あ、候補3つくらい出して選んでって写真送る。なるほど、気に入らなかったら捨ててねってプレゼント送ってる。なるほど、男気だね。この男は漢字の漢と書きます。男気だね。あ、でもその心意気も素敵かも意気なんか自分がいいと思うものが一番。あ、荒野姫香がいいと思うもの。いやでもそれはさ、ちょっとエゴすぎないエゴすぎん。気に入っては欲しい。姫たん何欲しいの？そういえば結局公演の CD はもらえたの？公演の CD 欲しがってることよく覚えてたね。もらいました、しっかりファンの方が送ってくださいました、ありがとうございます、嬉しいチーム E とチーム K2 の公演の CD ね、ずっと欲しい欲しい言ってたんですけど、いただきました。今はね、なんだろうな、カレー作りたい。近所にネパールカレー屋さん欲しい、美味しい。あと今ねエミネムのコンサート行きたい厳しいでしょ、一番むずいでしょ、エミネム氏。やっぱあれくらいになると
ライブとかってさやんないんだね寂しい。行ってみたい。人生で一回は英語勉強してます。今すっごいハマってるのね。来日、いや違うんよ、アメリカでやってくれたらちょっと行きたい、本気で行きたい。アメリカでやってくれたら。でも倍率的に日本で来日してくれた方がいけるのかな。もう来日なんてさ、エミネム最後の来日2012年ぐらいでしょ。もう望みない。行ってみたい。うわハロー、ヘロー、英語コメント来た。読めません。エミネムしかかろうじてエミネム、チュリーザッツ、キンダローグ、日本語で OK。 もう今ね、はずみさきの YouTube に載せる動画を編集してて、もうこの動画編集終わったらエミネム主演の8マイルっていう映画見たい、ご褒美に8マイル。皆さんもぜひ。エミネムのなんて言うんだろう、売れるまでの映画、ノンフィクション映画らしくって、でそれが公開された年がね、私が生まれた年なの、2002年。もう動画編集終わったら絶対見る。エミネムのコンサート行ったら価値観変わるんじゃない。もうエミネムの MV 見て価値観変わり始めてるだから動画編集の音もずっとエミネム流してるんよ。ラララレーラララレーチャチャチャレー、超勇気もらう超勇気もらってるんだから、本当ありがとうございます。エミネムってなんだっけ、あのラップゴッドです。ラップの神様です。ヒップホップの神様。確か当時8マイル見た、おお、当時2002年、存在していたんだね。映画が理解できるくらいに存在してたんだ。早く見たいな。エミネムはかなり攻撃的ねそれが面白い、好き。朝っぱらから美女良好ですね。元がいいんだな、当たり前じゃん荒野姫香だよ、当たり前じゃん。やはり姫様を海外にお連れするにはファーストクラスをご用意せねばならないでしょうか。ファーストクラス乗ってみたい、やばそう。なんか YouTube でファーストクラス乗ってみたみたいな動画見たけど、すごいねあれ、すごい。てかビジネスクラスもすごい、面白い。なんかファーストクラスあれくらい、別にあれはいいけど、ビジネスクラスだったら乗ってみたいかも、現実的に。面白くない？あとラウンジでご飯いっぱい食べてみたい可愛いでしょ、連れてってみんな。朝早くから配信ありがとう、今日も良い一日を。え、出発しようとしてるじゃんその文言。え、私を置いて出社する気？動画内に音楽使うと YouTuber 著作権引っかかるよ。当たり前やん
はずみさきの動画にエミネム使わないって。SKE の楽曲でさえ使えないんだよ。あの権利問題は死ぬほど調べてるから安心して。超調べてるから安心して。絶対に。っていうかあのちゃんと検閲入るので安心してください。大丈夫、 SKE48 あのちゃんとしてるから大丈夫よ。ファーストクラスお菓子とかも出るの？そう、お菓子とかもねくれるんだよね、おつまみとか。ひめたん CA 目指してたの？どこからそういう話になったと思う？ね、え、ひめたんってキャビンアテンダント目指してたって話出てきたかな、流れで。初耳なんだけど。でもクラスメイトにね目指してる子いたね。慣れたのか分かんないけどね。えファーストクラス本編どこにアップする？ YouTube、 公式 YouTube です。空港ラウンジではしゃぐ姫たんみたい、連れてって、行きたい。ん、私 CA なれそう？学校通わなきゃ。でもコロナ禍でさ、あ、そう、多分私のクラスメイトだから目指してる間コロナ禍で本当にめっちゃ大変だったんじゃないかな。私たちも大変だったんですけどに、コロナ禍は全てを潰したね。昨日のジロでベルギーのライダーの勝ちめっちゃ喜んでた。昨日のジロもね寝落ちしちゃったから見れてなかったんだけど、あれなんでさ平坦区間でみんなずっとノロ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 と言っても早いけどそんな遅く走ってたの？有識者教えて。なんでそこまで見てた、みんな遅いなって。青木りかちゃんが CA 目指してたんじゃなかったっけ？あ、そうなの？すごっ、青木ちゃんすごっ。へえ、面白い。空気抵抗との戦いだから。なるほど、みんな休んでたってことかな昨日は。でなんか最後ポガチャルとトーマスがアタック仕掛けてたみたいなのは見ました、ハイライト。競輪だって最初ノロノロ走ってる。なるほど、あれは最初だったんだ。それにしても長くなかった、ノロノロパート。あ、勝負どころまではみんなゆっくりしてたんだ。なんか最近あのロードレースちゃんと理解して見れてる。ま、違うわ、気づいた。あの第一ステージと第二ステージがちょっと面白すぎたわ、初っ端から。多分あれ違うんだろうな。見せすぎてたんだろうな。面白いね。もうね J スポーツ加入しちゃったよ今、すごいお得らしくって、満を持して J スポーツ加入しました。これで
ブエルタまでちゃんと見れるようになりました。今年はねしっかり見るぞ。面白い本当に。ねえ、日によってさ実況解説も違うの面白いね。あのサッシャさん楽しみ。サッシャさん面白い人。自転車乱すと眠れないのが辛い。わかるわかるね。長いんよな。でも面白い。なんか普通にイタリアの街並みいいよね。ああいうグランツールはさ街並みとかもよく映してくれてる。そうイタリア行きたくなっちゃった。あれ選手のインタビューとかはさ自分の母国語喋ってるんかな。なんかあ聞き取れるぞっていうやつは多分英語だと思うんだけど、イタリア語を喋ってる人もいるよね。ちょっとフラえねツールの時はさみんなってフランス語喋れるんかな。選手フランス語、いやダメだ。あ英語が基本か。今英語とね中国語勉強してる中でフランス語までも手出しちゃダメだ。まずその2つを私は完璧にするんだ。英語が基本か。ねえ、お風呂入ってきてよ。いいよ。お風呂入ってきて。いってら。おはよう。サッシャさんとクリムラさんの時は脱線しすぎておもろい。楽しみ。その二人の時あるんかな？今回。いつも英語と母国語。うん、なるほどね。英語頑張ろう。英語今シチュー食べてます。うん、朝からシチュー。ちょ待って、6時シチューちょっと珍しいかも。朝カレーは聞くけど朝シチュー初耳かも。そうなの？本当？ねえ嘘でしょ？嘘ついてるわ。本当か？シチュー食べてるんか？ヨーロッパ言語を学んで感じる英語の簡単さ。ヨーロッパ、いやそうだよね。難しすぎるな。なんかちょっとヨーロッパではないけどタイとかもやばいらしいじゃん。難しすぎるらしい。でもなんか中国語も難しい言語ランキング入ってるらしいけど、でも私たち日本人だから漢字に馴染みがあるから意外ととっつきやすいというかね。まあ、日本語も難しいらしいね。私たちすごいね。言語面白い。もう楽しみ。私あと何十年後かに留学するから。何十年後かに留学する。でもどこにしようかちょっと今悩み中。
パ行きたいですね。パ、ヨーロッパ。あ、中国語発音細かすぎる。リスニング超難しいね。やばい。なんか教科書の発音はすっごい優しいけど、多分ネイティブと喋ったら絶対聞き取れないと思う。やばい、何十年後かこの世にいるかわからない勢が連番した。いて、私のために、私の留学 SNS でいっぱい発信するから楽しみにしてて、留学生姫たん。留学といえば西井美代。え、美代たん留学したことあるの？すご。あ、わかんないけど。留学したいの面白い。ね、中国語もね、何種類かあるんですわな、いっぱい。将来海外住んでそう。え、本当に将来ね、絶対移住するって決めてる。移住します、一人で。うん、楽しみ。おはよう。まだゴールデンウィーク続行の人とかいるんかな。もうみんなお仕事マン。頑張ろうね、みんな。円安戻ってればいいけどね。遺産は姫たんに遺言書いとくか。やだ、やったあかん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 。長生きしてください。私が移住するまで見届けて。移住先どこ？今ちょっとね悩んでる。でもあったかいとこに行きたいの、私は。あったかいところ。でもほんと最近インド面白すぎるなって。でもインドね、大変だよね。そこら辺に近いところに住みたい。あったかいとこ。日本ほど暮らしやすいとこないと思うけど。いや、日本あかん。私はもうね、日本ちょっとスケール小さすぎるかも。とどまれん、ごめんね。私ね、日本合わないんだよね、本当に。うすうす感じてた。海外マインド、本当に日本合わないんですよ。お、ゴールデンウィーク続行の人がいる。おー、楽しんで。すごい優越感と背徳感まみれてらっしゃるでしょ。みんながお仕事行ってる中、楽しんでね。いや、日本行きづらい、本当に。日本行きづらい。なんだろう、なんか国民性があんまり合わない、私。さよなら皆さん、日本の皆さん、さようなら。私世界の姫たんになるから、引き止めないでね。そう、短期留学しまくって移住先決めたい。
だから今は今は日本を楽しむ期間今日本の良さを今探してる期間。引き止めません、一緒に行こう。もう行こう、みんなで本当の姫丹キングダムを探しにもう姫丹キングダム作るのが一番手っ取り早いんですけど、姫丹キングダム、もうみんながね生きやすい世の中を作りたい。世界の姫たん、おはようございます。もう世界になってた私、もうそう呼んでいただいて良い。インドの交通怖いよ。うん、あのちょっとあったかい地域のさ交通機関ほんとやばいよねそこもちょっとあの私が束ねていきたい、私がね束ねたい。それはダメ、インド好きだけどそこだけはダメ。マレーシアあったかい、わーマレーシア行ってみたいな。いろんなとこ行きたい。だから今は日本で頑張る期間私の計画よ、みんな楽しみにしててね。うん、あオーストラリア、うん、オーストラリアか。でも行ってみたい。でも世界一周とは行かずとも、あのいろんなとこ行ってみたい。みんな行ったことある？海外どこ行ったことある？首都のニューデリーは世界一空気が悪いそう。そうなんだ空気悪いんだ、排気ガスとかかな。ちょっと行ってみたい。なんか行かないことには分かんないから、それでやっぱ移住無理だわ、私は日本だわってなるのもいいし、やっぱ日本出た方が私には合うなって思ったらなりたい。ハワイしか行ったことない。私逆にハワイ行ったことないんだよね。うん、マレーシア、オランダ、ベルギー、イタリア、モンツァ、おい、イギリス行ったことある、すご。上海は豪州、なんて読むんだろう。パリ治安よろしくなかった、パリは良くなさそう中国、オーストラリア、いいな、行きたいな。最近お茶好きで最近すごいでしょ私、楽しんでます。お茶好きでね、お茶屋さん行ったりとかしてるんだけど、中国茶飲みたいな。お茶、うわー、フランス行ってみたい、行ってみたい。新婚旅行ドイツだった。素敵、いいな、ドイツ行きたい。ドイツも行きたい、行きたい。短期滞在なら30カ国以上ぐらい。いいな。それってさ、英語
英語喋れるんかな。なんだろう、ツアー組んだりとか、お仕事かな。やっぱ英語できるようになりたいな。東京は旅行でコストが安く済む都市ランキングで世界4位らしい。いやそうよ、もう日本はびっくりしちゃったんだけど、インバウンドンとかなんか1万くらい、なんか普通の海鮮丼なのに1万円以上するインバウンドン丼、ニュースで見たけどびっくりだよ日本さん。正直海外生活ストレスたまる。いやもうストレスためたい、それで良質なストレスじゃない、うん、やってみないことには分かんないから、何事もまず自分の体で海外生活におけるストレスを感じてみたい。分かんないからやってみたい。いやツール・ド・フランス見てみたいよ。ね、あなんだっけ、愛知にあるさ世界各国回れるところねえねえ、なんだっけなんだっけ、あそこ行きたい。まずはひとまずは行きたい。この私の海外マインドを収めてくれる場所へ。アリトルワールド、そう、えそれって愛知だよね。どこにあるの、名古屋ではない？リトルワールド行こう。リトルワールドって一人で行っても大丈夫そう？なんかテーマパークだよね。一人で大丈夫そう？おしゃれしていけば大丈夫かな。犬山なんだ。一人寂しい？誰か連れてった方がいい？私別に一人行動楽しめちゃうんだよな。リトルワールド一人向き行ったことある人いるかな。これでちょっと味わう味わう。でも私本当に日本人に容赦ない現地の味っていうのが好きなの。容赦ないかな、リトルワールド容赦なくあってほしい。あ、そうだ、ツールドフランスナウ、フランスのあるリトルワールド、ツールドフランスナウ。あ、平日あり、平日ぼっちあり。ワニとかラクダとか食べれる、やばっ、おもろ、リトルワールドあるんだ。みんなね、リトルワールドってさ自転車、まあ乗り入れは不可能だとして、自転車どうなんだろう。なんかこういう時難しいよね、自転車持ってっていいんかなって。まあダメか、施設だもんね。リトルワールド愛知県の学校の遠足、うぅ、あ山のてっぺんにあるの、めっちゃいいじゃん。行こう。やばい、民族衣装めっちゃ着れるね。何着てほしい、みんな何着てほしい。ねえ、南アフリカ超かわいいんですけど、南アフリカの民族衣装何これ、
ンデベレ民族衣装、ンデベレ、ちょっと画質悪すぎるんだけど、かわいい、なにこれ。インデベレ、むちゃいいやん。あ、ラストエンペラー衣装ある。青剤、青剤かわいいね。へえ、かわいい。行こう行こう行こう、なんでも似合いそう。えね、サリーかわいい。へえ、見ちゃうねこれ。トルコもかわいいね。トルコ宮殿衣装、アンカラ衣装。おい、行きます。行くわ、みんな行ってくるね。うーん、世界のお土産とかも買えるんかい、すごいね。あ、ネパールあるじゃん、今私の流行りのネパール、スンダルカマル。行く、おもろい。握手会で民族衣装着よう。リトルワールド借りるの、レンタル行けるのかな。さすがに買うの高そう。あ、明治村もあるんだ近くに。犬山ってすごいね。犬山行ったことはあるわ、あるけど遅すぎて、時間遅すぎて何もやってなかった。すごい、ちょっとみんなも行こう、リトルワールド。うわ、ドイツのソーセージも食べた。いや、リトルワールドすごいね、やっぱ日本すごいわ。あ、結構大きいんだな。ありがとう、超楽しみ。うん、おいでは、そろそろ7時になったのでおいとまします。今日も頑張っていきましょう。ファイティング。お話いっぱい聞いてくれてありがとう。ねえ、リトルワールド行くわ。皆さんはお仕事行ってらっしゃい。お休みの方は休みましょう。では。朝からありがとうございました。またねー。またね。またね。